スタートしましまた少しばらついたスタートわずかに高ダッシュ4番、名将ラッシュあとは広がっています7番、ノーブルスコア2番手かそして外からはナムラマッチェリウィンドルチェなどいきます向こう上面に入っていきます先頭はここで14番のナムラマッチェリ先手を取ってリードを2馬身広げました2番手13番ウィンドルチェあとは1馬身半差 4番、名勝ラッシュが3番手、外には名勝勝負です、そして前から5投目に7番のノーブルスコアつけまして、さらには外9番、マルモネオフォース、内には6番のトロイメント、3コーナーへ向かいます、あとは中段には外を回りまして、10番、クラビーヤ、これから第3コーナーをカーブしていきます、そしてそのうちには8番、9番のマルモネオフォース、や、栗の。 ルナマヤが追走しまして3コーナーをカーブ、外は1番ののジューン・ワルツの体制ですあとは後ろから5番のアイファーキャノン差を詰めていって34コーナー中間へ後方は2頭、外には3番オプタートムがつけてわずかに最後方12番のユーフォニーで。 第4コーナーを迎えます残り 400m 通過先頭はわずかに14番ナムラ・マッチェリいます直線コースに向かいました外から11番名勝勝負が差を詰めて間を割って追い込んでくる7番ノーブルスコア残り 300m になった外からは9番のマルモネオフォース追い込んでくるそして大外から2番のハミングデイズなど差を詰めてくるが先頭変わった7番ノーブルスコア抜けて2番手名勝勝負に外から9番のマルモネオフォース差を詰める先頭7番ノーブルスコアゴールインノーブルスコアです 勝ち時計1分35秒6。